メンテナンスを始める前に安全のために手袋を装着します。メンテナンスですが、まずメンテナンスを行うピペットの容量カウンターを各容量モデルの最大容量に合わせます。次にエジェクターパイプの取り外しです。エジェクターボタンを押した状態でエジェクター止めネジを反時計回りに回して外します。ご覧のようにエジェクターパイプを抜き取ります。続いてノズルシリンダーの取り外しと内部部品の分解を行います。ノズルシリンダーを反時計回りに回して外します。この際ノズルシリンダーを上部に押し付けながら行ってください。バネを指で押さえフランジャーだけ抜き取ります。この時にバネを押さえずにプランジャーを抜き取ろうとすると内部の部品が出てきてしまいますのでご注意ください。ノズルシリンダーはバネが入ったままの状態で置いておきます。ここで内部の清掃を行います。エタノールを染み込ませたワイピングクロスなどでプランジャーの汚れを拭き取ります。汚れがひどい場合は超音波洗浄機を使うと汚れが落ちやすくなります。プランジャーが錆びている場合は修理もしくは交換が必要になります。ここでノズルシリンダーの摩耗を確認します。先端部分を確認し激しい摩耗、傷がある場合は交換してください。内部の清掃が終了したら内部部品とノズルシリンダーの組み立てを行います。バネが入った状態のノズルシリンダーにプランジャーを差し込みます。プッシュボタンを押し本体の軸を出した状態にします。プランジャーヘッドを片手でつまみ本体の中心の軸に差し込みます。この状態を維持したままノズルシリンダーを時計回りに回して取り付けます。使用中にノズルシリンダーが緩まないようにしっかり締め込みます。続いて漏水検査を行います。最大容量でチップ内に水を吸い込み液面にラインを引いたものを用意します。そのチップを使用して水の給排を繰り返しラインから液面が増えたり減ったりしないかを確認します。この時チップを深めに差し込みます。溶液を吸い上げないように注意しながら行ってください。液面が変わる場合は漏水しています。漏水している場合は再度組み直しを行ってください。それでも治らない場合はシールリングの摩耗が考えられますのでノズルシリンダーセットを交換してください。最後にエジェクターの取り付けを行います。エジェクターボタンを押して軸を出した状態にしエジェクターパイプを取り付けます。この状態を維持したままエジェクター止めネジを時計回りに回して取り付けます。チップを装着し、正しくエジェクトできるかを確認します。メンテナンス完了後、容量確認を行ってください。容量がずれている場合は、容量調整を行ってください。以上でメンテナンス完了となります。